はい、皆さんこんにちは。ラクトアップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、もうお分かりですね。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたこと感謝して全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかその時間少しでも皆さん方のお役に立ててタップの楽しさ共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップ、続いてそのステップの解説、こちらもステップの順番のみの解説となっております。それから少し一緒に練習して曲に合わせて踊っていきたいと思います。それからまとめのコーナーを挟んでおまけのコーナーへと続いていきます。こちらのおまけのコーナーですね、今日ちょっとなんかうまくいかなかったぞと方に向けてのヒントとなるワンポイントコツを紹介した動画となっております。ですので今日ちょっとねなんかうまくいかなかったぞと方はですね、こちらのおまけのコーナーまで見ていただくと少しはスムーズにできるようになるんじゃないかなと思います。またですね、ステップの解説動画だけでうまくできたよって方はですね、もう一緒に曲に踊ったところでこの動画のご視聴やめていただいてもいいんじゃないかなと思います。ということで、1日少しずつコツコツと、1日ワンショートコンビネーション、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。それでは本日のステップいってみたいと思います。はい、5、6、7。はい、それではステップの解説いきたいと思います。私、左のヒールから始めさせてもらいます。で、最初リズム取ります。ドタドタ、そしたらタララ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 、いきました。ズッタズッタ、タララララララ。で、リズムがね、ちょっともう今やっちゃったんですけども、リズムがウッタウッタですね。ワーアハハタララ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 となります。これしっかりリズムね、ウッタ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 って、このしっかりねリズムを作っていくってことですね。で、そこをリーフボールヒールバックラッシュヒールステップ、ここはちょっとタラララララララ、リズムでいきます。せーの、タタタタタラララララララときました。さあ次、右のヒールからバッタウッタウッタッタ、今こうなってますから、バッタウッタウッタッタッとなります。頭から続けると、ウッタウッタタラララララルラズッタウッタウッタッタッ。あ、すいません、リズム言ってませんでしたけど、リズムは前半と似てます。じゃんじゃんじゃばばとなります。で、ね、ここ最後の右、最後乗るんですけども、ここね左足つけたまま次左のヒールから始めますので、右に体重をかけるんですけども、すぐ左に乗り換えれるようにしといてください。そしたら続きいきます。そしたら前回ですかね、やったステップです。タララタララルラ、ドタタドタタドタ、そしたらここからドタタタドン、よっしゃ、続けるとドタタドタタドタ、ヒールシャーフーステップヒール、よっしゃ、せーの、ハー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 フーハーフーハードンとなります。リズムは今の通り全部イーブンです。タタタピタタピタピタタタドン。さあ最後はターンステップ回るだけです。タラララララララドン。となります。さあ、せーの。タラララララララドン。となります。頭から一回やってみるとどうなるかやってみましょうね。5、6、せーの、ウッタウッタタララ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 ラ、ウッタウッタタタララタララ、ウタウタタタタ
タラダダダダダダドンとなります。それではちょっとね細かいところがたくさんありますけども、ゆっくりから練習していけば大丈夫と思いますので、早速練習いってみましょう。5、6、せーの、うったうったティリラララララ、うったうったうったた、うたたうたたうたうたたたどん、たた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 どん。はい、6、せーの、うったうったティリラララララララ、うあああうあああうあうあああ、ビリ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 、5、6、せーの、ずったうったうああ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 あ、ふははふははうあうあああああ、ビリ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 、6、せーの、うたうたうう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 うあ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 うビリ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 、止まります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。ここですね、最初まあリーフボールって言いましたけど、まあリーフってどうしても蹴り上げちゃうので、まあ今回の場合ボールヒール、僕はよく使うようにサードとか言ったりしますけども、ここ今回はリーフボールというふうに表現させてもらっています。もうちょっと分かりやすく言うと、ボールヒールボールと思ってもらっても大丈夫です。どっちかというとリーフ蹴り上げずにボールを置くといったイメージで考えてもらえれば大丈夫かなと思いますので、そこね、タララっていったところで軽くサード鳴らせるようにやってもらえたら嬉しいかなと思います。それでは曲で行ってみましょう。はい、それでは曲で行ってみたいと思います。5、6、7、8、9、はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日のねテーマはですね、ずんたうたうたったっていう、このずんたうたっていうところをねちょっと、やってます。もちろんですね、他に使われているステップの細かい練習とかもあるんですけども、まあ、全体的に言うとずんたうたうたったっていうこのリズムコンビネーションを使って、そこからいろいろねリズムを派生させていって面白いステップができていくっていうところが分かってもらえればなと思います。これをね、うんたうたうたったをベースにして自分なりにいろいろリズムアレンジしていただけたら嬉しいかなと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければラクタペンタブに参加ということで、チャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。はい、今回のですねワンポイントコツは、右足が続くところですね。タララタララタララララ、ここ何私何かやってんだっていうところになってきそうになりますので、しっかりタララタララタララララララっていうところですね。多分前回と同じステップ使ってるので、前回のね動画見た方はわかるかと思うんですけども、ここでしっかり体重かける、かけない、こっからシャッフルに持っていくっていうところの、自分の体重今左足に乗せてるのか右足に乗せてるのか、ここでしっかり自分で分かっていくと、っていうところのシャーフなのかタッチなのかシャーフなのか、ここが体の中で理解できると思いますのでね、ここをしっかり押さえてもらえればあとは大丈夫なんじゃないかなと思います。あとはね、このうった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 
っていうこのリズムよく使われたりしますので、このねうんぱうぱうんぱうぱっていうこういうリズムのパターンも覚えてもらえたら嬉しいかなと思います。ということで本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございました。バイバイ。